キャサリン、フルボディー。というわけで、どうもこんにちは。あたりです。キルモフで失礼。というわけで、キャサリンフルボディ、発売、おめでとうございます。というわけで、2000何年かに発売になりました、キャサリン、プレイステーション3で発売されてたキャサリンがですね、フルボディとして、完全リメイク。完全リメイクという、リメイク、リメイク作品として、2019年2月の14日に発売になりましたと。いや、この、もともと出てたキャサリンをね、やりたいなと思ってたんだけども、なかなかこう、ね、やる機会がないというか、タイミングを逃してしまって、で、今回こういう形でね、リメイクとして出てくれたということで、やるしかねえと、始めていきたいと思います。よし、じゃあ早速ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょ う, ほうチャレンジモー ド, モードバトルモー ド, モードオンラインアリーナコンフィグクロスセーブ。なるほど、じゃあこれがストーリーだな。いきます。悩める新しくストーリーを始めます。よし、ニューゲーム。主人公と簡単な悪夢に挑みます。パズルの難易度が低いので安心してプレイできます。なるほど、これもともとイージー、ノーマル、ハードって、難易度があって、で今回から新しくこうセーフティーってやつがね出てきて、パズルで死にたくない方はなんかいろんなこう、なんだろう、パズルが苦手な方でも楽しめるように、ストーリーだけでも楽しめるようにっていう難易度が出てきたらしいですね。じゃあ主人公とこっちで一番難しいやつでいきましょうか。こんなのこれ。シンプルな形の石が行く手を阻みます。ほう。個性ある味がお好みならこちら。変わった形の石が。いや、スタンダードでいいっす。はい。それではキャサリンフルボディの世界をまったりとご堪能ください。はい。お。あ、出た。見覚えのある、いやでもね、あの冒頭だけはね見たことあるんだよね。だからこれも見たことある。うん、確かね、それこそ最初の 1話じゃないんだけども、最初のちょっとだけ、物語の冒頭だけは見たことあるんですよ、ゴールデン遊戯劇場。やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる胸元すごいな。素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。こんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。プレイシアタースペシャルか。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんは、美人だな。髪型以外は美人、髪型以外はな。落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。ほう。今宵ご紹介する聞いたことないキャサリンフルボディは新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。うん、ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。なるほど。あら、キャサリンもそうだったって言ったでしょ。今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され重厚で官能的な仕上がりになっているわ。マジかい。
官能的かい。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。ああ、そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。ああ、そんな中さらなる人物が現れるの。あら、この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。あら、いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。すべての結末はテレビの前のあなた次第。あら、私ですか。お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。はーい。ヴィンセント・ブルックス、32歳。あー、なるほど。ちなみに僕は辺り成幸、33歳です。人は誰しも自らの人生に配られたカードを受け入れなくてはならない。だが一旦カードを手にしたら、ブンブンうんぬんかんぬん。お、アニメから始まる。このキャサリンはこのアニメも見どころみたいなね、インタビューで。あ、おいおいおい、あ、ラッキースケベじゃん。あの、あ、めっちゃいい曲だった。そしてなんだろう、キャスト声優さん知ってる人しかいねえ。有名声優ばっかりじゃねえか。すごい贅沢だな。あ、これがヴィンセントの悪夢だね。ある夜悪夢に迷い込んでしまって、おっとっと、お、落ちる。おっと、落ちてる。何？アンダーグラウンドセメトリー、地下墓地。あ、ちょっと登ればいいの？登ればいいの？登る、なんだ？早く登ってこい。はい、わかりました。ここは一体どこなんだ？どこですか？叫んでる間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。ああ、これもテラサマさんじゃん。落ちて死ぬ？マジかよ。イージーでは制限時間で足場が崩れないので、うん、安心してじっくり考えることができる。 ありがてえ。よいしょ、グッドグッド。よっしゃ、どんどん登っていくぜ。どんどん、あ、なんだ、石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。めっちゃ声が金太郎す。動かすったってどうすりゃいいんだよ。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる。ほう、はい、動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。オッケー。石の動かし方を間違ったときは L1 ボタンでアンドゥーすれば、アンドゥー、やり直せるぞ。アンドゥー。さらにイージーでは自動操作で登ってくれるオートプレイが使える。マジかよ。どうしても進めないときは R1 ボタンでオートプレイを使ってみよう。ありがたい。さて、これを、これ引っ張れないね。これは引っ張れるやつ。おっ、あ、つかまれるかな。よしよしよし、ゲット。よし、ゲット。よし、あ、これボタンの押し加減ちょっと難しいな。よし、ゲット。ちょっと待って。よし、ゲット。あ、これちょっと難しいかもしれない、操作性。
よいしょ。よし、ゲット。こういうあれか、掴まれるのか。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。こういうことね。はい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 。その石には妙な癖がある。お、変だけで下の石と繋がるんだ。変だけで下の石と繋がる。変だけ繋がる？どういう意味だ？どういう意味だ？石は真下に何もなくても、はいはい、下の段の石と変だけで繋がって落ちなくなる。石を変で繋げて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。なるほど。ということはちょっと待って。ポーズ。下の石と辺だけでつながるってことだよな。じゃあこれ引っ張ればそこの白石落ちるってことか。落ちた。落ちた。そういうことか。引っ張って出して引っ張ってゆく。あ。よしよし。そういうことか。ここはどこなんだ。お互い生き延びられたらまた後で会おう。あ、これ難しいな。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。はい。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。なるほどね。よいしょ。よし、階段を作れってこと。よいしょよいしょよいしょよ。ああちょっと、あ、これ全部出さなきゃいけないのか。よいしょよいしょよっほっよっ。これ今の多分効率が悪いんだろうな。これ多分効率が悪いんだろうな。なんかうまくやる方法があるんだろうな。ちょっと僕今いっぱいいっぱいだから出れるってことか。Great escape! You survive! わーい。あ、残り時間的なやつかな。あー、ディフィカリティレイト。お、You got gold! ゴールド。あ、なんだこれ、なんで書いてなかった。まあ、とりあえずゴールド取ったとね。新しいゲームの始まりだ。お、せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。は。お、ファーストデイヴィンセント・ルー。悪夢から目覚めたと。なるほどね。嫌な夢だったぜ。ひでえ夢。漏らしてない。漏らしてない。ヴィンセントは結構日頃から漏らしてるのかな。はい、もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか。あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です。今出ます。はい、あの、すみません。あら、なんだ。1日目、クロノラビット。クロノラビット。ねえ、場所か。クロノラビット、ね、はい。ちょっと聞いてんの。はい。ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫。さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。
山ちゃんで三石さんとかもう完全にエヴァじゃん。アニメじゃなくなった。それより手当とかは出んの？手当？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあいや特には。特にはってつくこともあんの？いやないけど。ないんじゃない。ほら2個。なあキャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。あら、え君らしいよ。何それ。ねえ私たちさ何年目だっけ？ええ、そういや何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あーどうだったっけ。こっちが聞いてんのに。最近さやたら親が電話してくんの。どうしてんだって。あもう年だし、32歳だしな。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど、うん、別に今のままで楽なんだけどな。楽なんだけどな、まあ、なんていうか楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。あ、なんだ。あ、あれ、なんかの殺人事件か何かですかね。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、はあ、警察では事件と事故の両面から捜査。ストレイシープ。あれだって。始まってるから。おい、さあビール二つで。はーい。キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってんの。何も気にしてないって言ってんの。ベダーだろって普通。ねえ先輩。それとどうなの？つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって、嫌なんだよ、ああいうの。あ、それって、結婚しろって意味じゃないの？まあ、そうですよね。めっちゃ肥やす。やっぱそう思う？他にないだろ？そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いが。いや、待てってジョニー。まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ今がお互い気楽っつうかさ。お互い？お互い？それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろ。そういうそれが彼女の本音ってこともないだろう。大体独身のお前に言われたくねえし。いや俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。あら、運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。さすがっす。あ、かわいこちゃん。お、面接どうだった？え、知り合い？マスターさん、とってもいい人でした。明日から来ていいって。あ、ここで働くのね。もう落ち着いたのか。はい、すっかり。店長に変なことされなかったっすか？ねえ、ちょっと。じゃあまた。それより聞いたか？ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？どのポール？離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝？って、それ…ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。こ、怖え！マジっすか？明日の朝
俺たちも死んでたりしてな。バカ、やめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよ、ニュースとか。たく、トビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。え、なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてねえけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おい、まだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、ったく、こんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす、先輩。悪いっすけどお先っす。ん、おう、じゃあまたな。もう名前忘れたな、あの二人名前。ジョニーとポピーだっけ。お、あ、ウェイトレスさん。エリカ。エリカちゃん。あの子、雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに、放り出せないでしょ。うん、あ、記憶ないのか。事情は謎だけど、悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか、誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。はあ、そんなことある。ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか。はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます、助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。頑張って。その服かわいいな。はいはい。You got a mail。 今では時折携帯電話に着信があるぞ。はい。一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。はい。あ、受信。受信。キャサリンから受信。前から言ってあった通り、昔の友達と集まって食事中。でも会ってみて驚いた。いつの間にかほとんどの子が結婚してて、半分くらいはもうママ。携帯で家族の写真見せ合ったりして、私ちょっと浮いてる気分。私たちも楽がいいなんて言ってちゃいけないかも。返信。入力。あ、そういうのやっぱ気になる？そういうの考えすぎだって。ごめん、今何も考えられない。どれにしようかな。ただいま脳がビジッ状態です。また今度してくれ、頼む。いいよ。よし。ヴィンセントが発言したり報道したりすると、はい、謎のメーターが現れ、謎のメーター動くことがある、はい、何を意味するかはまだ秘密だが、はい、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する、はい、覚えておこう。はい。まあ、なんかこう赤と青でこう誠実か奔放かっていうメーターらしいけどね。まあ言ってみれば、まあヒロインのキャサリンの2人どっちかに寄っていくかっていう感じらしいけど。急に親の話とかって彼女らしくないよな。あ、返信来た。You got a mail。もしかしてストレッシップで飲んでるの？日曜なのにわざわざ行ったわけ？もう
体壊さないでよ。そういえばこの前行った結婚式の二次会の写真もらったの。無理やり余興やらされた時のだけど、ちょっと昔を思い出したかも。あ、三角で画像見るな。三角。最高じゃん。あ、最高じゃん。ヴィンセントは何に不満があるの？おお、これは今でも全然いけるな。ちょっとドキッとした。寝れなくなりそうだ。よし、これでいこう。これでいこう。オッケーオッケー。お、メール来た。早いな。キャサリンか。早く出ねえと。もしもし、ヴィンセント？私だけど。はい。何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。気にしてないよ。別に気にしてないって。友達と会ってんだろ？友達って女の子よ。高校の時の。知ってるよ。どうした？なんでもない。え、何？明日仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃあおやすみなさい。はい。あれか、ヴィンセントのちょっと様子がおかしいから、なんか機嫌損ねちゃったんじゃないの的な、なんかそういう。はい。理想の相手に何を求めるかという質問に対して、はあ、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。ほう。そんな調査結果を踏まえての質問です。あ、はい。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずコロッと言っちゃうという。コロッと言っちゃうという理想の声のタイプを選んでください。はい。あー、そういうことね。そういうことね。これであのー、あれか、変えられるんだ。今作はさ、11種類、11人のあの有名声優さんたちによる吹き替えというか、まああのあるんだよね。ヴィンセント、しょうがないな。たまらん、たまらんやろこんなん。ちょっと、まあ一応全部は有料ダウンロードコンテンツになってるから、この元々のね、オリジナルキャストの沢城みゆきさんの他にも。ヴィンセント、答えはね、決まってるでしょ。ヴィンセント、もうでも私も同じかも。ヴィンセント、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 ヴィンセント。どれもいい。まあでもここはまあ普通にいきます。あなたの好みの声はこちらで間違いありませんか？はい。もうこの、まあそのうちボイス買ってもいいな。物語をセーブしますか？あ、はい、セーブします。お、さらに時間は進み。意外に流行ってんじゃん。でもなんか冴えない店。あ、すみません、お嬢さん。例の。そうですか。ではお好きにどうぞ。あの、ここいいですか？顔とか見せてくれないんだな。で、あ、夜中の0時47分。ああ、悪夢2日目。新しい出会いか。特に記憶を失った迷い子、気になるね。これから始まる罪人監獄も
あ、他のプレイヤーとインターネットでつながってるから、あれか、いるのか、ネットワークアクセス中。タナシンいたんだけど、今日の死亡者数そんなの出るのか。罪人監獄第1章 Prison of Despair。 ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後あー、くそ、思い出せねえ。どうなってんだ。登るしかねえや。よし登ってこ。よし登ろ、登るぞ、登るぞ。ちょっと、あ、なんだ、昨日の死にか。あ、どうぞ、どうも、金太郎さん。その声、昨日の。いいか、ひび割れた石には注意しろ。あ、何度か乗ると崩れちまうぞ。わかった。マジか。ひび割れた石や動かせない石など、石には特殊な効果を持つタイプが存在する。はい、初めて見る石には注意しよう。わかった。よし、じゃあ一回引き出して、あ、ちょっと、よいしょ、よし、ゲット。よし、登ってくぜ、どんどん登ってこ。おーっと、あ、どうしよう、どうしよう、こっちか。よいしょ。あ、ダメだ、ダメだ。あ、いや、あ、ダメだ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 。どうすん、あっちから登ればいいじゃん。こっちから登ればいいじゃん。よし、よし、ゲット。どうする？どうする？どうする？よいしょ、これで。もしかしてお困りですか？今ならアンドゥで巻き戻せますよ。アンドゥで巻き戻せ。あ、ぶら、あ、何？ぶら下がれるだろう。こいつが結構役に立つはずだ。歩いて行けるルートが見つからないときはぶら下がった状態になって探してみよう。はい、石を引いたときに自分の足場がなくなるとぶら下がり状態になる。はい、はいはいはい。ぶら下がり状態なら歩いて行けない場所にも簡単にたどり着けるぞ。 OK、 わかりました。これできるのか。なるほどなるほど。よし、ゲット。あ、ちょっと待って。あ、あそこのコイン取れないでしょ。よし、ゲット。まだ生きてるみたいだな。はい、先が見えないときは周りをよく見回せよ。はい、わかりました。足を引かなくても足場がない方向へ飛び降りれば簡単にぶら下がり状態になることができるぞ。なるほど、わかりました。ぶら下がり移動はとても重要なテクニックだ。これを機にしっかり身につけておこう。わかりました。なるほど、こういうことね。よし、ゲット。ちゃんとあれしなきゃいけない。あそこの、よし、あそこの石早いな、あいつ取りたいな。よし、まあ、見つけたらできるだけ。あ、なんで、ちょっと待って。よし、なった、絶対逃げ切ってやる。あの金塊取りたい、あの金塊取りたい。よし、あの金塊取りたい。あ、なんか枕があるぞ。お困りですか。よし、ゲット。今ならアンドゥーで巻き戻せますよ。よ、一緒。あ、落ちた、落ちた。どうしよう。僕はどうすればいいんだ、これは。これ引っ張る、引っ張る。え。どうしよう、どうするの。どうするの。え、ちょっと待って、これ積んだ。よし、じゃあリトライしよう。リトライアシストを有効にすれば最後の到達地点まで自動で登らせることができる。リトライアシスト、リトライアシストはポーズメニューにあるコンフィグで。はあ、いや、いいです。よし、行くぜ。よし、よし、ゲット。よっ、よし、ゲット。よし、よし、行くぜ、行くぜ。ちょっと、よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし、よし、ちょっと、よし、ゲット。よっ、はい、はい、あ、待って、はい。よし、ゲット。あのコイン取りたい。よし、ゲット。こう取るのか。よし、ゲット。あ、上ボタンを押せばいいんだな。なるほど、分かったぞ。これ、うん、待てよ。
どうすればあれ取れる？どうすればあれ取れる？どうすればあれ取れる？ちょっと待って。よいしょ。こっからこういけばいいのか。よし、ゲット。そういうことね。オッケー、わかった。よし。よし。見るぞ。初めて見るぞ。これ引いて出して、こういって、取った後に戻ってきて、よいしょ。引いて、登って、引いて、登って。はいはい。よし、ゲット。オッケーオッケー。これなんだ？枕なんだ？あれ？あ、そういうことか。あ、ちょっと。これ引いて、よし、登って、登って、登って。なんかある。随分登ってこれたじゃないか。よく頑張ったな。ありがとう。上の踊り場で会おう。そこにみんなもいるからな。はい。みんなって、みんな？誰？おい、待ってくれよ。チェックポイントを通過すれば、そこからリトライが可能になる。なるほど。見つけたら、できるだけ通過しておこう。オーケー。よし、じゃあこれ出して、よいしょ。押して。はい、登って登ってポン。あ、どうすんだあれ、どうやって登った。よいしょよいしょ、登って登って登って、あ、下繋がるのか。よし、オッケーオッケー、やったぜ。この感じ、コツをうまくつかめるまでしばらくかかりそう。はい、はい、OK。なかなかやるじゃない。せやろ。どうやら生き延びたらしいな。はい。誰だ？誰ですか？羊？羊だ。そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。なるほど。その声、さっきの。お前何者だ？ここは一体どこなんだ。さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。おお、殺される。ここを一度でも見たが最後、毎晩のように来ることになる。うん、毎晩？嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。うん、上へ登れば助かるのか。確証なんてない。だが向こうを見てみろ。金があるだろう。まるで聖堂だ。聖堂？一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失った奴から死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい、マジかよ。マジかよ。踊り場では貴重台で記録したり、はいはい、他の羊と対話したりできる。はいはい。羊たちに積極的に話しかけてみよう。アイコンがピンクの時は新しい話が聞けて、グレーの時はこれ以上話すことがないサインだ。なるほど。よいしょ。どう？金ピカの羊人間。あんた大丈夫か？大丈夫か？しっかりしろ。とにかく正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは。見上げた人格者じゃないか君。そうだ。めっちゃアラブの石油王みたいな格好してるじゃん。油田？油田？おっと、いつもの癖が。忘れてくれたまえ。もう正気を失っている。私たち技を検討してます。は、生き残るための鍵ですよ。ほう。こんな登り、俺が見つけた技を教えてやろうか。あ、教えてくれ。あ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。技。ピラミッドについて説明をしよう。はい。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。あー、登りたい高さと同じ数の石を引いていく。なるほどね。
ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。はい。どうだ、グレートだろう。あの、それだけじゃ厳しいと思います。はい。こんな技も覚えないと。はい。スライドについて説明をしよう。スライド。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。なるほど。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。ははははははは。うお、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。知らなかった。いや、とにかく俺が言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。はい、分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、雑誌記者、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。 OK、 見つけたらすぐ俺に教えろよ。これは命令だからな。次よし、じゃあここに入る。あ、国会室。は、国会室。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。え、あ、え、国会の部屋へようこそ。はい。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。は、この新たな悪夢の世界だね。神父さんとかじゃないのか。変化の気配が強くなったな。あんた、向こうの世界で何をしたんだい。なんかしたっけ。どの道あんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。は、ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。はい。だから質問に答えてもらうよ。はい。第1問です。 あなたが恋人に求めるものは何ですか。え、自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。はい。恋人に求めるもの、外見、中身。すげえ迷う。すげえ迷うな。別にどっちがどうってわけじゃないんだよな。僕が一番恋人に求めるものって相性だから。相性っていう点で言えば中身になるのかな。いや、これ、微妙だな。別に性格が良ければいいってわけじゃないんだよな。性格がいいっていう子でも、ああ、この子と合わねえなっていうことはもう絶対恋人になりたくないし。別に外見はもう本当に二の次。なんかないの？なんかないの？すげえ悩むな。その相性っていう点で言えばやっぱりこう中身になるのかな。ただ性格か容姿か、必ずどっちかを取れって言われたら外見だな。選んだのはそっちか。はい。ちょっと意外だな。え、何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落としたやつは別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。え、みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。え、真相を知りたければ生き残り考えるといい。え、あんたの周りで何が起きているのか。じゃあ誰かがヴィンセントを恨んでるってこと。飛んでった。何なんだよ、今度は一体。お、他のプレイヤーの初回でプレイデータ累計、あ、集計。あ、なるほど、オンラインでこれ集計あるんだ。お、外見4分の1しかいねえじゃん。20代30代、あ、待って、男性のみだとこんな感じ、女性のみだとこんな感じ。え、
合計でこうなる。いや嘘やん。いや嘘やん。それ合計でこれにならないでしょう。うーん、まあまあいいか。はい。わあ、めっちゃ死亡してる。